それよりいい匂いがするな。フェルの帰りが遅かったからさ、ワイバーンで二品も作っちまったぜ。なんと、あの肉の料理か。早く待った。あ、フェル、お前汚いな。なんだと。どうせ戦った時に散々土ぼこりにまみれたんだろう。すぐ風魔法で巻き上げるんだから。この辺なんて固まっちゃってるし、なんか薄汚いぞ。薄っ、そんなことは。きちんと毛づくろいもしているのだぞ。俺とスイは風呂に入って綺麗にしたけど、フェルがこんなホコリっぽいままじゃな、晩飯にできないな。というわけで、まずは風呂に入ってもらうぞ。晩飯はその後。これは決定だからな。なに最近はネットスーパーでもペット用品が充実してるんだよな。大丈夫だと思うけど、一応犬用のものを買おう。我は犬のような下等動物ではない。フェンリー、はいはい。洗う前に毛の絡んだところをほぐして、汚れやホコリを浮かす。抜け毛もあらかじめ取っておく。ま、知り合いの犬好きの受け売りだけど。犬ではない。もう少し丁寧にやらんか。ごめん。よし、ブラッシングはこんなもんで、次はシャンプーな。なんか腰引けてない？ない。あ、そう。もう十分ではないか。まだ。フェル、体が大きいから全体を濡らすのも大変なんだぞ。水の水魔法でなんとかならんのか。ちびちびとくすぐったくてたまらん。って言われても、水魔法じゃお湯は出せないし、冷たくてもいいならいいけど。さあ、水、ちょっと頼みがあるんだけど。なに、あるし。すごいぞ、上手だね。じゃ、本格的に洗っていくぞ。力加減、こんなもんかな。もう少し力を入れてくれてもいいぞ。へいへい。この際だから顔も洗いたいんだけど。顔もか。顔だけ薄汚れたままっていうのも嫌だろ。我は伝説の魔獣フェンリルである。さっさとやれ。よし、終わり。やっとか。今タオルで拭くから待ってな。フェル？おお、すまんな。タオルの手間が省けたから。よしとするか。あとは俺の火魔法とフェルの風魔法で。温風を作り出す。おお、フェル、イケマンじゃないか。おじちゃんかっこいい。ツヤツヤのサラサラ、伝説のフェンリルみたいだぞ。フェンリルだが、さて、現れてやったぞ。飯だ。